世話になっています。さあ今日なんですけども、さあこのもうね夏場で元気満タンのダンボさんにですね、今日はある検証をしたいと思います。それはですね、こちらです。そう、このですね、夏の果物の代名詞、メロンとスイカ、一体どっちが、いや、メロンとスイカ、どっちが好きなのか、スイカなのか、メロンなのか、この腹をすかせたダンボさんにあげていきたいと思います。一体どっちにかぶりつくのか、行ってみましょう。もらえなくて機嫌が悪くなってます。ルールは至ってシンプルです。このスイカとメロンを同時に置いてダンボさんがどっちにかぶりつくのか、それを見ていきたいと思います。一応ねこの後半分に割ってダンボさんが食べやすいようにしていきたいなと、今ダンボさんが突進してきてる、していきたいと思いますんで、やっていきたいと思います。スイカは大好きなね赤の色が入ってるし、しかしメロンは甘い匂いがしている。これダンボさんどっちを取ってもおかしくないんですよね。いやー結果が楽しみです。では検証スタートです。ダンボさん、ダンボ、待て、置いてもう1分も経ってないうちにやってきて、もう結果出てる、もう分かっちゃうのかよ。おい、終了。はい、いやちょっと待ってくれよ。おい動画の尺全然足らんぞ。おいダンボさん、がっつりメロンにかぶりついてる。いや早っ、ちょっと待ってくださいね。置いてマジ1分も経たないうちに残すこやってきて、あっという間にメロンにかぶりついて、ちょっと待って、え何これ、えもう動画の尺とかうんぬん関係ないじゃんこいつ。いやめちゃくちゃ美味しそうにメロン食べるじゃん。いやしかも半玉のもう半分なくなってるし、はいや、すごっ、ちょっと待ってください、えこの先のこと何も考えてなかった。えどうすんのこれ、えちょっと待って、この先はじゃあゾウガメの ASMR みたいな感じで食事シーン楽しんでください。スイカ寂しい。いや本当にですね、タイトル詐欺も甚だしいです。申し訳ございません。いやお腹空いてる時のダンボさん恐ろしいんですよ。本当によく食べるんですよ。最後の方にふーって声聞こえたの分かりますか。あれね興奮してる時に出るんですよ。でしかもね食事で興奮してる時に出る声なんですよ。たまーにねこう言ってね、なんか好きなものが出てきた時ね、大好きなもうねものが出てきた時かぶりつきまくってこういうねって声出すんですよ。多分ね取られたくないんでしょうね、食べ物を、好きなものをね。犬とかもよくこの食べてる時に物取ろうとするとすごい怒るじゃないですか。あんな感じみたいなんですよね。だからちょっと自分の物取るんじゃない、そういった感じの時に出る声みたいなんですよね。
そそくさとメロンを食べ終わった後スイカを食べるんですけど、この後に聞こえる声聞いてほしいんですよ。すごくないですか今の。これアルダブラゾウガメが興奮した時とかに出る声なんですよ。だからね、多分相当スイカが気に入ったのか、もうがぶりついてるんですよこれ。すごくないですか。これもうほぼ一玉食べ終わってますからね。いやーすごいですね。これ結構貴重な声らしいんですよね、このグルーっていうこのうなり声。いやまさかねこんな時に聞けると思いませんでしたよ。はい、検証の結果ダンボさんはメロンが大好きということでした。ただ検証の結果がこれで合ってるのかわからないっていうくらいスイカも大好きで、この後これ全部完食いたしました。まあなんでね、ダンボさんどっちも大好きなんですよね。もう企画倒れもいいとこですよ本当に。もう途中もうなんだったらね、食事シーンの方が多いですからね。本当にね、タイトルを見て楽しみにされた方申し訳ございませんでした。ただメロンとスイカ両方とも置いてあったら多分同時に食べるってなったらメロンの方が好きなのかもしれませんね。今日の動画はこちらで以上になります。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。シーズンネクストタイム。バイバイ。